安安啊，午安午安。小开一下，过一下主线，晚上应该还会开。只是下午开的话，我应该不会开台词，大概开到四点多、五点多左右。这个进度还是要改一下，然后设定已经弄好了，中文设定有了。它的中文设定是要在 Steam 游戏外面 Steam 那边调的。然后，然后怎么去了？啊，手把也设定好了。可是手把反而这一款游戏操作的话有一点难度，因为单单包括你射击的话，你有左右手两个键要射，然后包括你升空啊、降落啊，还有就是推进之类的，瞄准、移动都是分开键的，所以反而在手把那边操作吃的还蛮多，就比键盘来的更辛苦。我看一下有没有别的预设。左手右手下降，欸，这个好像反而还比较适合。移动旋转辅助键一。推进。下课啦，下课我再开台啦。Tanga， 走吧，出任务去吧。低级任务。我刚刚有自己玩了一个关卡了，没有什么特别的。斩的委托，确认到重要物资的运输路线上有不朽机甲，占领设施，请和各旅团合作。护卫运输，一会去了解一下这游戏。好哦，好哦，你怎么知道我在玩这游戏？本オーダーは前からの重要物資を積載した輸送機の進行ルート上で、すでに移動途中、经过一处已被不朽机甲占领的海洋工厂。この海域を通過する間、輸送機を防衛するのが本オーダーの目的となります。任務目的、保護運輸機安全。もしも任務成功が叶わない場合には、輸送機を撃墜してください。若無法成功完成任務、请击落运输机。任務開始時刻までに準備を完。能不能让我调一下背景音乐？有点太大声。なぜわざわざ敵に占拠されたエリ？このルートが一番安全だと判断されたからです。穿越敌人占领领域的路线，判断最安全的。屁！还有这样子的判断？重要物資って一体何を運んでるんだ？機密情報です。開示できません。少しは頭を使ったらどうだ？積みの中身は。M と物資以外ありえないな。被母托物資。おそらくはオーバルの中心部から採取されたサンプルだ。テラーズのご老体もそれに興味があるのではないかね。その饒舌さ。这换成中文过后，我反而有兴趣看一下剧情。面白い。やはりテラーズ。いや、グリーフが興味を持つほどのものと。詮索好きの不条の輩に。光が与えられることはないだろう。ますます面白い。お前たちが何のゲームをしているのか。バレットワークスは降りる。オーダー内容が危険すぎる。え、这个是之前跟红狗一起那一个吧。怎么跟他合作起来？
等等进去的战斗场面可能会有点生疏。这游戏我昨天一整天是用键盘跟滑鼠玩的，那手把我是刚刚下午才设定好，然后我只玩了一场，所以我要先习惯一下。作戦区域に到達しました。フェムト粒子の分布は高濃度。各センサーによるレーダー補正を行います。各機のデータリンク開始。正体の通信回線を開きます。敵の数が多いな。楽しいゲームになりそうだ。動くな。好，直接来两次爆了。複製可能な AI ならではの作戦じゃないか。まだ動けるかね、五郎隊。集中しろ。まだ魚の餌にはなりたくあるまい。気をつけてください。オーバルの海は月の落下時に大量のフェムト物質の影響を受け、フェムトエネルギーを吸収する性質を持ったため、水中ではアースナルの水力が減衰するせいで離脱できません。海底まで沈降した後、救難ビーコンを発しながら救助を待つことになります。その場合でも緊急用の酸素は8時間持ちますし、安全上問題はありません。救助を待つ間、お好みの音楽を流すこともできますよ。 AI にしては面白いジョーク。弟に見習わせたいものだな。何、放置性しなければ問題ない。敵の戦術が分かれば軌道の予測ができる。輸送機の進行ルートの確認を怠る。取り憑かれる前に撃ち落とせ。では始める。不行啊，这个手把控制我太不习惯了。这摔下去会直接死掉哦。哎，有人乱撸。不是，我只是来捡东西的，别。防衛対象の反応低下、散弾槍残り 60%。 整個手防衛対象の反応低下、輸送機に深刻なダメージが発生。このままでは航行の継続が不能。破壊指令を実行してください。輸送機が墜落する前に積み荷を奪って逃げるのも一歩だ。そのような行動は許可されません。また積載されているコンテナはアーセナルでは運搬不可能なサイズです。なるほど。ではフォー、機関シーケンスを展開してみよう。了解しました。機関シーケンスを展開します。諦めてオーダーを破棄するのか。チェックメイトだよ。どうだよ。手詰まりというやつだ。なるほど。哎，我是不是失败了？輸送機の撃墜、墜落を確認。展開されたシーケンスを実行しますか？帰還しよう。
管シーケンスを実行。各機、手順に従って作戦領域を離脱、帰還します。手把太不顺畅了，最主要它射击键，左右射击键，然后冲刺，冲刺射顶。还是老老实实用键盘玩。圣月歌利亚，耐久提升，防御提升。弹药下降，可是雷射防御提高，连射性辅助降低，射击间隔辅助，装填。哥利亚是玩重型的吧？就大炮类的武器。狙击步枪，对啊，我怎么找不到狙击步枪？未确认飞机。では、ブリーフィングを開始します。ブリーフィングを開始します。本オーダーはホライゾンからの依頼となります。ホライゾンの支配領域に未確認の航空機が侵入。現在も行動を継続しています。この未確認の機体について調査を行い、場合によっては撃墜することが本オーダーの目的となります。現在もブリーフィングの終了とともに帳簿は締め切られ、即時にオーダーが発令されます。直ちにアーセナルを起動し、出撃シーケンイモータルなのか。不朽機甲。それも調査目標に含まれます。ただし、オービタルに参画しているいずれのネーションも当該機体の所属を否定しています。確かに現在オーバルリンク内で運用されているどの航空機ともシルエットが一致しないわ。どうして支配領域に侵入されるまで気がつかなかったの？当該機体は高度なステルス性能を有しています。また当該機体へあらゆる周波数での通信を試みましたが一切の返答はありませんでした。撃ち落とせばいい。その方が早い。人道的な理由で許可されていません。当該機体をコントロールしているのが人間である可能性が否定できないためです。未確認の製造者がオービタルに救援を求めているのかもしれません。もしオーバル内の生き残りだとして、だんまりを決め込んだままステルス全開で戦場の最前線を横切るかよ。どう考えてもイモータルだろう。
それを確認するのが本オーダーの目的です。融通が効かないな。私にそれを求めるのですか？ AI とは融通が効かないものでしょ。あのな被愛ちゃんへ。今のは坊やの負けね。それにしてもフォーが冗談を言うなんて学習の成果かしら。私に冗談を言う機能は備わっていません。分かった分かったよ。俺が悪かった。俺たちやる。どうせ撃墜することになる。もちろんパンツァークラウンも参加するわ。ウエストセブンのおっさんの言う通りだ。イノセンスもオーダーを受ける。俺の機体いつでも戦える。うーだとさ。アーセナルの感想を急ごう。遅れるなよルキー。それじゃ戦場でね。到達しました。フェムト粒子の分布は高濃度。各センサーによるレーダー補正を行います。各機のデータリンク開始。正体の通信回線を開きます。未確認の航空機を光学カメラで捉えました。モニターに映します。好大一个呀。哇塞！こりゃ調査の必要もない。あれは妹だ。どこかの工場から奪った輸送機に乗っ取ったんだ。妹？ぶっ殺すか！記録したデータをオービタルへ送信しています。少々お待ちを。目標の機体内部に高エネルギー反応。超高出力のレーザー兵器です。回避してください。要变身了是不是？啊！死了，好无辜哦。闪不了啊，那个，怎么我刚刚完全走不动？戦術コンテナ射出を確認。注意してください。イモータルの生存フラクタルを検知。注意してください。
的体力是不是太低了？冲刺没两下就直接耗完。本オーダーにおいて、スカイユニオンの支配領域への侵入は許可されていません。イモータルを放っておくというの。イモータルが逃げる。繰り返します。本オーダーにおいて、スカイユニオンの支配領域への侵入は許可されていません。敵が逃げていくのを見ているしかないなんて。作戦領域に新たな機影が侵入してきます。裏手のイモータル。違う。爆啦！这谁？巴雷特·沃克斯，どういうことなの？巴雷特佣兵。俺の獲物、横取りさ。落ち着きなさい。ここで状況を見誤れば。オーダーが行使、ホライゾン支配領域に侵入した所属不明機を。所属不明機です。又来了又被乱了。オーダーがホライゾン支配領。新しいオーダー。オーダーの更新に伴い、所属不明機がこちらを。あいつらセーフティーを解除してる。どうやら向こうはやる。哎，不是要打吗？放在下一个任务哦。梦魇，击倒大型不朽机甲，导弹鬼，然后附件，盾牌雷射抗性，近战武器，彩绘鳞甲，雪地迷彩。捡了一把小枪。ホライゾンからオーダーが追加されました。ビビン線追加任務。ホライゾン支配領域に就刚刚那两两。应该是要打。あれは誰がどう見たってバレットワークスの機体でしょう。オーダーでは適正機体だと認識されています。任務怎么会视为地方机械？感觉搞来搞去都是 AI 的错。所属から通信が入っています。広域回線です。どうしますか？回。所属不明機に次ぐ。我々はバレットワークスだ。直ちにスカイユニオンへの領空侵犯をやめて退去しろ。でなければスカイユニオンからの大ダメ。こっちからはあなたたちが所属不明機に見えてるわ。对吧？你看两边的资讯都是很矛盾的。どういうことだ？俺たちにはお前たちが所属不明機と認識されてるんだ。明明都承认是对方，可是在系统里面显示入属组织不明的机体。住所。そうだ。私は何十年も。オーバルに、そして似たようなケースが頻発しつつある。对啊，从我们开始那个一级主线那一边到现在这边，每次乱入的都是这样子的情况。わからん。わからない。何か裏にあるって分かっていて、血を流すつもりなの。オーダーを破棄すべきでしょう。お前たちがそうするのは構わん。だがバレットワークスはオーダーを破棄しない。そんな、中将、ルーキーと戦うって言うんですか？ジョニー、お前は何のために戦う？いや、それは最初は親でも順守や仲間と戦ってるうちに。そうか、お前はいい兵士に育った。話をそらさないで。どうでもよくはない。イモータル、
オービタル、各ネーション、そして我々傭兵さえも巻き込んでだ。それは私やお前たちが。私が。私はな、少なくとも私。オーダー、オービタルとしてはお互いのオーダーが正当なものである限り戦闘に関知はしませんが、あなたたち傭兵は貴重な資産です。いたずらに命を奪い合うことは AI らしくない提案だわ。ネーション同士で支配領域を奪い合うの。繰り返しますが、さてそれは誰からの提案なのだろう。真実のために私たちと戦うっていうの。欲しいものがあれば戦いに勝って使う。そう言われたら。ジョニー、お前も覚悟を決めろ。さあルキ、死ぬな。オーダーを。哎，怎么突然不见了？俺はお前が羨ましい。お前はすごいよ。俺が憧れてた傭兵たち。我明明居然没有打爆他。让我打爆一下，然后捡一下装备。お前のおこぼれだった。だけどな、ルーキー。俺だって本気なんだ。バレットワークスの一員なんだぜ。フォー、弾切れの火器を全部捨てろ。ブレードを展開。完了，等下换刀了。我刚刚换刀，他就要换刀。お勧めできません。機体のダメージが限界です。フレームが分解する恐れがあります。一撃で蹴りをつける。受けてみろ、ルーキー。そこまでだ。バレットワークスはオーダーを破棄する。作戦エリアから敵戦機体の反応が消滅しました。我们先行放弃任务。オーダーの達成を確認しました。順守、どうして止めるんですか。部下を無駄死にさせるわけにはいかんだろう。それにオーダー通りに何か動きがあると思ったが、ままならんな。这游戏才开始了多久、那么快就吹起了。それにお前たち、特にルーキー、お前と一戦交えてみたくなった。それだけだ。そんな理由で。もしかしたら誰かを殺す羽目になっていたわよ。自分が殺されるとは思わないんだな。こっちは生きた心地がしなかったってのに。何がどうなった。戦いは終わり、私たちの勝ちよ。順守、誰かとやらがいるなら踊らせることはできる。あるいはな、私なりに手は。哎，我刚刚是不是忘了吃冰淇淋？ジェネレーターの出力が低下中、機関シーケンスを展開します。起動が不可能になる前にシーケンスを実行してください。帰還する。戻ったらいろいろと忙しくなる。
两万五。通信は傍受されるでしょうし、世間話を装おうとしたけど、失敗したかしら。どう考えても一緒にアイスクリームを食べようって顔ぶれじゃないもの。そうか。私は嫌いではないぞ。新発売のフレーバーが気になっていたんだが、一人ではなかなか気にくくてな。意外だわ。で、どうだったんだ。報告すべき何かがあって呼び出したのだろう。あの件についてオーダー中の4の言動を検証してみたが、お互いが適正機体として認識されていたこと、それとオーダーの破棄を提案したこと、いずれも戦術サポート AI としてはありえない現象と思っていいでしょう。所以是大部分的 AI 都被污染，只有他们的那个缝，外部から不自然那个 AI 没有被。つまり、ウイルスやバックダウンの介入は一切認められなかった。フォーは正常に動作した上で、ああいった振る舞いをしていたことになるわ。今一つわからんな。フォーは信用できんということか。フォーの基本原則、人間に奉仕することを書き換えるのは難しいでしょうね。正常に動作している以上、そこは揺るがないと考えていいわ。オーダーの破棄にしても、私たちの生命を案じての提案なんでしょう。だが我々は戦った。死人が出なかったのは偶然でしかない。あの状況が人間、私たちというよりも、もっと大枠でいう人類にとって必要か、そこまでではやむを得ないと判断したということで、理由はわからないけれど、そういうせめぎ合いってあるでしょ。ジョニーの捨て身の特攻を止めようとしたのも正常な動作ゆえということか。今フォーのメインフレームを解析しているわ。何しろ付随するデータベースが膨大で、もうちょっと時間がかかりそう。でも解析できれば、誰がフォーに入れ知恵をしたかくらいは分かるかも。フォーのメインフレームにアクセスできるのか。オービタルの最重要機密だろう。どこに存在するかも明かされておらん。できるかできないかで言えばできるわよ。方法は秘密。分かった。そちらは任せよう。やり方は何でも構わん。越来越異了这。ありがとう。この話、本来ならウエストセブンの彼にも知らせるべきかと思ったけど。それは少し待ってくれ。でしょうね。順守、あなたの判断に任せるわ。今の段階では何も分かっていないのとそう変わらん。だが何かが起き始めているのだけは確かだ。そしておそらく、それは私やお前たちを巻き込もうとしている。いずれ選択を迫られるだろう。その時に自分が何のために戦っているのかということを忘れるな。別に大義なんてないけれど、私が戦うのはお金のためだもん。为了钱。構わんよ。好。俺と対峙した時にお前は引かなかった。それで信用するに足りる。何か分かったら報告するわ。新作のフレーバーたっぷり楽しんでちょうだい。それじゃあね。そうさせてもらおう。それにしても私が甘いものを食べるのがそんなに意外か。これだってブランデーでも垂らせば大したごちそうじゃないかね。何、アイスクリームでなくてもいい。年を取るにつれてこうしたひとときがいつも欲しくなる。いつか戦いが終わるんじゃないかと思うことができるからな。その時まで生き延びねばならん。私にはその義務がある。少し話しすぎてしまったな。自言自語ビクタの太陽が生命を生み、ビクタの太陽の死とともに生命は命の輪を閉じた。膨大な記憶の海から時として波として打ち寄せる私が、私を思い出させるが、雨の中の涙のように消えてしまう。連鎖の修復、観測と同時に存在する。要升級啦。剧情私に使命を思い出させる。壊れた連鎖の修復。我们要升 C 级了吗？不再 D 级了吗？
また別の糸と絡めている。だが織り方はどうする？えへ、真的ね。伤害比较高，可是有效射程相对比较短，突击步枪。伤害162，弹药伤害也提高，有效射程降了18左右。弹速也比较慢，连射性比较高。装填时间 1.0。稍微快一丢丢，哎，定错了，测试场应该是那个操纵。我要找那个晶片，刚刚不是有那个晶片可以弄一弄。哎呀，我刚买处理器，怎么又有新的处理器？好贵哦。记忆体，这出售，我不是要出售，我是要装备。附件，应该是在工厂持有附件。装甲武器呗，弹药性能提升。放在哎，武器没动啊，没办法放啊，白痴哦。先不弄，地平线。
苹果。冰淇淋代币一颗，冰淇淋代币有什么用？我这边最终是要改这两个，装填速度。机会是啥？最爱吃冰淇淋，飞行速度，哇，这飞行速度也提升太高了吧，推进消耗。闪现力换一换吧，歌力呀，重量提高，血量提升，装填辅助，哎呀我腿部，哎呀我腿部，原来我缺腿部啊，吸脊捕获新型冰装机甲。ではブリーフィングを開始。本オーダーはホライゾンからの地平線のみに当てて発行された非公開オーダー。非公開任務。スカイユニオン支配領域内にある空港排出される予定の新型のアーセナルを奪取後、これを待機しているホライゾンの輸送機に引き渡すことが目的となります。演出待命地平線。空港施設への潜入において、無法使用冰装機甲。歩兵装備で潜入し、目標の新型アーセナルに搭乗。自力使いユニオン。啊，所以是要用驾驶员，然后潜入进去偷那个机甲，直接架出来吗？おそらくオーダー内容について聞いただけではなく、各ネーションがオーバルリンク内で活動するにあたり、資源や技術力の均衡を図るための措置となります。我々の最終目的であるどこか一つのネーションがその恩恵を独占して良いものではないとよく考えてください。オーダーを受領するかは自由です。你可以自由选择是否接下任务。非常に困難ですが。啊，你说的选择是说好听的吧？这主线任务，不过那个主线还能推动吗？完了，我脱离机甲，我就是一个废物。我改装前改在机甲上面，我没有强化那个驾驶员本身啊。作戦区域に到達しました。フェムト粒子の分布は認められませんが、オーダーの性質上通信は行いません。施設のマップデータを展開、目標の位置をナビゲーションします。オーダーを開始してください。目標である新型アーセナルは厳重な警備のもと保管されていると考えられます。なるべく発見されないように目標に接近、
搭乗してください。気をつけてください。いくらあなたが歴戦の勇士でも、鐵屋山去呀、なしではどんな攻撃も致命傷になり得ます。等一下啦，我拉到，我拉一堆了。是上不去吧，这个怎么过？我怎么感觉我好像绕到远路，是不是绕错边了？有有，就在前面。目標を発見しました。速やかに登場し。偷了是不是我的？偷了整两就我的吧。各シーケンスの進行に問題なし。武器安全装置解除。すべて正常に稼働中。アーセナルを起動します。コンソールに脱出ポイントを表示します。ポイントまで機体を搬送してください。その際になるべく機体の損耗を避けるべきです。これはオーダーの達成要件に含まれます。おや、早速ですが、敵のセキュリティが我々の存在を検知したようです。脱出ポイントには偽装したホライゾンの輸送機が待機しています。機体の引き渡しと同時にあなたも回収してくれるでしょう。完了完了完了、好像犯众怒、不打了、直接冲过去了、还打什么。靠呗。脱出のために待機していた輸送機が、谁把运输机放这么靠近啊？而且这机甲没有什么武器耶，它只有左手的一个利剑武器，还有一个盾牌器。内容变更，你不要我把全部敌人打倒吧？我刚刚拉一堆，我一堆都没有打过。現在までのオーダーは一度生産されます。あ、没事、完成。作戦エリアからのあなたの生命を守り。かつオーダーを達成する手段として、本体脱離天空联盟スカイユニオン支配領域。この通路は過去に建設され、現在は使用されていないリニアラインです。スカイユニオン支配領域の東端まで続いています。ダッシュした立場で自慢できることではありませんが、本機体は最新鋭の性能を備えています。立ち止まりさえしなければ、スカイユニオンの機体に追いつかれる。先ほどの発言を取り消します。有啦，被摆到了啦。オートアセンブル、スタンバイ。
哎，有机体让我捡一下。突袭步枪吗？レーダーに新たな機影を確認。これまでの追撃機とは速度が段違いです。広域回線で呼びかけがあります。オーダーの性質上返信は許可されませんが、受信した内容を映し出します。そこの泥棒さん、機体を止めて投降なさい。先渡瑞拉。おとなしく言う通りにする。完了、被逮到了。条約に従って命だけは助けた。被喊成小偷了。完了。聞く耳なしってことね。いいわ、要打吗？要打还是要跑？ルールは分かってるわよね。死んだ方が負けよ。死了就算输。应该是不用打。追上来了啦，红点在后面了啦。哎，你们不开，我要怎么跑？所以这确定是要打了，是不是？还要近身呢，走开啦！我不要跟你打近身战啦。机体有点强，两万多的血量。子弹快没了啦！还要跑，还要跑！会不会死啊？打不死吧，这只东西。门开了吗？干，门开了啦！啊，我跟他打屁打，打不死。後方からさらに新たな機影です。気をつけてください。我的子弹被他浪费完了啦！コソドロ相手に手こずってる。另外一辆。デッドドッグ。红狗。红狗之前不是被抓？行かねえんだな。今のままじゃ兄貴の方が70年早く放免になっちまう。だから少しでも稼いで兄貴とケーキを。なんか没有出现了。ちょっとやそっと稼いだところで生きてる間に出られるケーキじゃないでしょ。いい加減に理解しなさい。私たちに自由なんてないのよ。はあ、自由なんて知らねえ。俺は兄貴についていくんだよ。二度と置いていかれたくねえ。それだけだ。めんどくさいな。聞いてるか、子供。俺は投降しろだなって言わねえ。俺と兄貴のために死んでくれ。なあ。
啊，好痛哦！二打一不公平啦！好了啦，别射了啦！75%，还有25%嘞。好。过了。等下我先回个血。我没弹药了啦，我的枪。刚刚打第一只花太多弹药了，在那边白打。好了啦，好了啦，走。現在逃走経路の 80% を通過しました。前方に新たな機影を確認。高速度でこちらに近づいて。又有新機体。識別コードは不明。挟み撃ちにされる可能性。我要被夹击。你不是现在这样闹吧？我子弹都被我给花光了。生存確率が一番高い方法を演算中。いえ、間に合いません。没有啦，那个是剧情需求。哎呀，原来乱录的是帮手，不是敌人啊。面白い電子兵装を手に入れて、こいつを試すには十分な状況だが、さてどうなるか楽しみだ。哎，我怎么卡着？我是要继续跑是不是？那我不管他们了，反正他妈我现在也打不爆。你们还有一只在追呀、啊？谁啦？予定ポイントを通過。追撃機はこれ以上追ってきません。过了过了过了。スカイユニオン支配領域を脱出します。オーダーの達成を確認しました。ホライゾンの輸送機と回線接続、データリンクを確立しました。ランデブーのためのシーケンスを展開、実行します。本オーダーの達成により、オーバルリンク内の勢力の均衡が保たれます。お疲れ様でした。这个手炮射击好慢。回收，残二死神。好，别走。刚刚又忘了士兵器了。13837，怎么会这么低呀、啊？
2023837弹药有效射程，弹的总数，弹数会提升，个连射性会降低，装填也比较好。手枪，休息一下，我上个厕所。护送货车。ではブリーフィングを開始します。本オーダーの目的はスカイユニオンの支配域内で運用されている物資輸送用の貨物列車の護衛です。オーダー開始地点から目標のポイントにたどり着くまで対象の貨物列車を任務開始時刻までに準備を完了し出撃に。貨物列車の護衛？リニアじゃなくてか？当該領域は岩盤層が厚く、地下また深い渓谷となっているため、リニアラインの建設。貨物列車でハイキング。僕たちとしては派手なオーダー。輸送される戦略物資の重要度を鑑みて。はっきり言え。敵の襲撃が予想されます。敵、やっぱり敵。だったらそのオーダー。俺たちイノセンスが受けよう。あ？ウエストセブンをオーダーに登録してくれ。ウエストセブンだって？確かに過去にいざこざはあったが、我々はオーダーに従った。ならばその言われようは心外。信用できるか？我々には企む自由すらとはいえ、状況がきな臭くなってきたのもあってね。おい、何の話だ。傭兵である以上、しかしまあここにいるも、ま、頑張ってくれ。俺はルキー、作戦エリアで会おう。では。就你们话多。到達しました。テムトリウスの分布は軽微、レーダーに影響はありません。各機のデータリンク開始、小隊の通信回線を開きます。防衛対象の到着まで2分ほどです。それまで待機してください。何も起こらなければいいんですが。おや、イノセンスはクロウ君が参加すると思っていた。兄さん、今自分の機体がないんですよ。自分の失態は自分で回収するって。なんだ。レーダーに識別不能な機影を確認しました。注意してください。フォー、念のために貨物列車を止めてください。
今ここに来させるのは危険です。防衛対象はハッキングなどの介入を防ぐため自動シーケンスに従って稼働しています。今から止めることはできません。識別不明機アーセナル3体が作戦領域に侵入します。来了三体乱入了。広域回線で呼びかけます。傭兵が乗っているなら聞こえていますね。こちらはオーダーを遂行中です。そうでなければイモータルと判断して撃墜します。それはちょっとできないわね。パンツァークラウンか。自分の都合ばかり押し付ける男はモテないよ。どういうことです。私たちは貨物列車の破壊が任務なの。なるほど。イノセンさん、どうして又出現了一种矛盾的状况。前回は暴力教えてあげたいけど、あくまで戦うというんですか。どうして。ノーツ君、わけがわからんだろうが。列車保護对象。防衛対象が到着します。オーダーを開始してください。さあ始めるわよ。防御システムの効率が 75% に低下。運行に問題はありません。しかしこれ以上の損耗はなるべく避けてください。ほらそらそらそら、しっかり守りな。こんなんじゃ勢い余って殺しちまうよ。せあ、住了，卡住了。对呀，你倒是继续卡着在里面啊，跑出来干嘛？好痛哦，好痛哦，不能拼，不能拼，有别的在偷袭我啦，白痴。防御システムの効率が 50% に低下。各部機能に警告が出始めています。気をつけてください。これ以上のダメージは危険です。ちょろいって感じ。今回のオーダーは楽勝かも。
完了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 。持ちこたえれば。防衛対象が目標ポイントを通過しました。オーダーの達成を確認しました。还有两枚轰到啊，只轰到两两。まだ私たちのオーダーは終わってない。哇塞，这个特效。この作戦領域を超えて戦闘行為を行えば、スカイユニオンどころかオービタルまで敵に回すことになるぞ。そこまでよく言う。彼の言う通り、今は引きましょう。私たちが3人揃って負けるだなんて。ちっしょー！干嘛干嘛？输了不认账。なんとかオーダーは達成できたけど、どういうことなんですか？誰か説明してください。気になるのなら自分で確認しなさい、ボーイ。あなたにはその資格があるわ。子供扱いしないでください。それじゃ説明になってません。彼女の言う通り、誰かに説明されて納得できるものではないだろう。私と君の立場で見えるものも違うはずだ。そういうこと。じゃまたね、ボーイ。待ってください。このオーバルリンクで一体何が。私としては思った以上の収穫があった。フォー、機関シーケンスを実行してくれ。了解しました。招待各機、機関します。新声音，独眼巨人，然后长耳食蛇，捡了两把武器。哎呀，机甲没有捡啊！敌人的特殊机甲，捡不到这么多，只有两秒，只能捡两次。1623。全部都提升，可是连射性这个有点慢，可以吧？先装吧。右手我不换是因为它这个是有自动锁定过后就发射，不用我手点。
开发装备。哦。欸，可以直接内建手炮。重装甲。电炉枪、手枪。哎，可以弄成 AT 的，切二十升。和101/50发电，好像还不错。看一下哦，哎，一样的，同一把，干嘛？一样的啦，干嘛？放武器，太多了。好了，先这样吧。弹药数增加2，啊，我要的武器都没动啊，这要去刷才行，没差，现在通关应该还好，不需要特意去刷。ではブリーフィングを開始します。現在スカイユニオンの支配域に所属不明のアーセナルがこれらの詳細の確認及び当該機体任務開始時刻までに準備。そういや少し前にスカイユニオンから開発中の機体が盗まれたって。関係は不明。はーい、イノセンスはオーダーを受けます。おい、そんなに簡単に受けちまっていいのか。
アーセナルってことが分かれば十分。アーセナル同士の戦いなら他の。そりゃあそうだけどさ、イモータルを全部やっつけなくちゃ戦争。お前、お戦争が終わったらそんな夢があるか。夢じゃないよ、計画だよ。分かった。不是梦想是计划。マルトワークスもオーダーを。あよ、じゃあ何を知るの。話にほだされたってわ。目的。そりゃその、ま、じゃあ楽しみにしてる。おいおい、不吉なこと言うね。よし、俺はじゃ作戦。到達しました。フェムト粒子の濃度は高レベル。レーダーに影響はありませんが、識別不明機のステルス兵装は依然有効です。各機のデータリンク開始。正体の通信回線を開きます。見えるか。所属不明のアーセナルは3機だって話だが。ちょっと待ってね。フォー、光学センサーで捉えた画像を奪われたスカイユニオンの開発機と照合して。データと外見が一致しません。おい、なんだあの機体は。シェルじゃないか。セイビアだろあれ。所属不明機のステルス妨害のため識別できません。あんな派手な機体見間違うもんかよ。フォー、回線をつなげ。セイビア、こんなところで何してやがる。お前たち所属不明機だと思われてるぞ。ボーラーだ、エアヨシオト。ジョニー・ジーカ、お前たちこそ私からは所属不明機に見えているぞ。釈明するなら聞いてやろう。なんだよこの状況は。这种情况要出现多少次才够啊？来来去去不能有一点新花样吗？每次出任务被乱入就是这样子的情况。然后这帮人竟然就接受了，也没有特意去调查到底是怎么回事。オーダーを開始しよう。オーダーだって？何を言ってるんだ。意味もなく戦うのかよ。それを判断するのは私だ。今引くなら剣は抜くまい。引き玉。引くのはそっちだろう。あんたがどれだけ強いかは知らないが、こっちは3機正体のフル編成だ。どっちが有利かは分かるよな。だから先制攻撃はしない。逃げるなら見逃してやる。ほう、騎士道精神の何たるかを多少は心得ているようだ。だが貴族たる我らには貴様らに一手を譲ることはあっても、譲られることは恥辱にしかならない。直接有子弹打过来。なんだ、どこから攻撃された。お初にお目にかかります、青年。私、バランタイン家の執事でナイトと申します。はよ、这个 BGM。 黒いアーセナル。ジョニーさん、大丈夫？かすっただけだ、なんともない。っていうか、執事だと？ここまでふざけてやがるんだ。ここは戦場だぞ。ふざけてなどありません。これで3対3、気を使っていただく必要はないでしょう。ゴッチャマ、これでよろしいですな。ねえ、黒いアーセナルって最近噂になってるやつじゃない？ああ、めちゃくちゃ強いって話だ。オーダーは有効です。セイビア、一つ聞かせて。バランタイン家の当主としては。そうか、よくわかる。貴様が欲しいのはいずれにせよ。バカにするなよ。俺、剣を抜けよ、セイビア。引けぬ理由。アビス、ナイト。好痛哦！这确定是我现在能打的吗？
様が何を失うというのか。お前こそ貴族様が戦場まで出てきてこれ以上何が欲しいってんだ。俺たちの邪魔をするな。小作り私であるために太痛了。我队友咧，我被围啊，我队友咧。の兄様とのオーダーに、ジーヤ、いっそのこと殺しちゃう。お嬢様、私は少なくとも手は抜いておりません。彼らが手強いのですよ。私は死んでもいい。ジーヤは兄様をサポートしている。好了，爆雷了。動かなくなっちゃう。私は兄様のそばにいたいだけなの。どうしてこんな。等下、没有补血的、补血的、等一下、来来来来。あんたらしくないぜ。苛立って、私を見損なうな。行く道がどれほどの血にまみれていようと、私は勝ち続けてみせる。それ以外に道はないのだからな。あの黒いアーセナル強すぎない？負けない自信はあるけど勝てるビジョンが見えないよ。お嬢さんもなかなかのものですよ。奇数この私をここまで振り回すとは。だったら負けてよ。チッチッチッ、そうはいきません。長く生きればわかるでしょうが、人生とは時にままならぬもの。ここで敗北を味わっておくのも良い勉強でしょう。では参りますよ。負けるもんか。还想跑啊，骑士！轰死他！今の一撃はようございましたな。坊ちゃま、申し訳ございません。先舔再说。私は一足先に退退出します。双方ともご検討。所属不明のアーセナル、全機の行動不能を確認しました。オーダーの達成を確認しました。输了啦，输了啦！無理するなって。お前は負けた。貴様ごと。そんなんじゃ、俺は凡人だからさ、それでいいと思ってる。何が？俺にもわからないよ。何が言いたい？はいはい、俺が悪かったよ。しまね。お、いずれ借りは。自排散弾枪，还有什么？好了啦，好了啦，让我捡东西。貴族ってのは何を考えてるかわからないな。不不。とにかくオーダーを遂行した。商量。胸を張って帰ろうぜ。うん、帰ろう。お金もいっぱい稼いだし。機関シーケンスを展開、実行します。各機、シーケンスに従って機関してください。ルーキー、腹を据えろよ。オーダーは遂行したが、内容は問題がありありだ。中将には俺から報告しておく。ほら、相当目が深いぜ。
即可请求妻儿安任僚机。哇，偷了好多东西回来哦，头部还有身体。耐久提升，防御提升，弹药雷射防御降低，瞄准镜尺寸变小，锁定时间变快，锁定距离变好远。这个头有点丑啊，飞行速度降低，这是玩坦的，这样这么多信息，冰淇淋，能力者手榴弹，能力者陷阱，啊，两个都没用哎。贵，哎呀，狗狗跟着我，哎，没办法跟它互动了。
冰装机甲性能检测。ではブリーフィングを開始します。本オーダーは前からのあなたのみに当てて発行された飛行本オーダーがアーセナルの性能測定を目的とした実験です。各ネーションの研究機関においてスペックでは能力を大きく上回る。これはアーセナル開発に大きな障害。今回の実験はアウターの能力と本オーダーはオービタルの研究施設で行われます。アーセナルの調整が済みし。提供された実験施設のマップを展開します。ペルト粒子の分布は認められません。レーダー各センサーに問題なし。オーダーを開始します。なんだルーキーか。アーセナルの性能測定だって話だったんだが、お前もか。おいフォー、オーダー開始ったって俺たちは何も聞かされてない。何をやればいいんだ。本オーダーはアーセナル同士での実戦形式で行われます。じゃあ適正と設定された機体と戦闘を行ってください。データはこちらで計測しています。何を言ってるのかちょっと意味が分からない。三個ルーキャース原来这边その認識で間違いありません。冗談をやめろ兄貴。オーダーを破棄しよう。ルーキーとやるのは気乗りがしない。そう思わないか。ゾア、お前の言うことももっともだ。とはいえだ、やらなくたっていいが、やったっていいわけだ。兄貴、まさか。ルーキー、お前はどうする。俺たちの実力を知りたくないか。くそ、兄貴の悪い癖が出やがった。ゾア、俺たちの目的を忘れたのか。真実にたどり着くまで俺たちは道の真ん中を行かなくちゃならない。没吃我，这我打得赢吗？楽しそうだ。兄貴、ルーキー、決めるなら今だ。ゾア、お前もだ。ケツをまくるなら黙って引っ込んで。そんな言い方されて引っ込めるわけないだろう。而且你应该也不会恶意吧？兄貴と僕は一心同体、一蓮托生。兄貴がやるなら僕もやるさ。よし、それでこそ俺の弟だ。ルーキー。逃げないってことはそういうことでいいんだな。そう来なくっちゃな。おっと、始める前に一つだけルールを決めよう。ルール？なんだよ兄貴。最初に弾を食らったやつが修理代をおごれよ。一個重担的人。手加減するなよ。分かってるって。いい機会だ、お前に話しておこう。俺たちは両親を殺した奴を探した。犯人は傭兵だ。僕たちの両親も傭兵だった。だが、あるオーダーの最中に事故を起こした。我应该先打了一个。そして、告别真的二打一哟。僕たちに起こした。俺たちは奴の秘密を握る。あ、要先。お前を疑ってる。哎呦，好痛！好痛！もう20年以上前の話だ。俺たちが目立てば目立つほど奴にとってはまずいことだ。いずれ消しに来るだろう。親父たちだから僕たちは派手に立ち回った。正義の傭兵スティールナイト。白痴哦，回血就等于没回血。声があればオーダーそっちのけで駆けつけ。オービタルに嫌われれば嫌われるほど人気はうなぎ登り。そうやってヒーローのふりを続けているうちにやめられなくなった。オーバルリンク内にはまだ多くの避難民が取り残されている。ほとんどが子供だ。大人はみんな先打其中一两先打其中一两ガキどもを助けるためにイモータルをぶっ潰さなきゃならない。あいつらにヒーローが必要なんだ。ルーキー、お前が共に戦うに値するやつなのか見極めたい。うわっ、でかいのを食らっちまった。兄貴すまん。お前はそこでおとなしく見物でもしてろ。それにしても俺たちのコンビネーションをしのぐ。
楽しくなってきたじゃないか。不行啊，电磁炮没屁用啊，它粘不了就废了。好烦啊，好啦，放个影分身跟你打啦，轰死你。適正と設定されたアーセナルの稼働停止を確認。オーダーが達成されました。以上で実験を終了します。まさかのまさかだな。屁耶、二打一，烂死了，不公平。嘘をつくわけじゃない。これだもんね。ルキ、お前は他の奴らより信頼で。まあいい。これからもよろしく。何？大人にな。じゃあな。機体の回収シーケンスを実行します。え、怎么子弹都打完。成就解锁。哎，收了两个装甲，我们两个都是收到身体。哦，没有，头部跟左臂。防御低，瞄准尺寸 0.6， 锁定距离这么低哦。射击辅助现在也没有比较好。装填辅助好了，吃个冰淇淋再打
一关应该差不多了。打一关，我就要关台休息了。晚上应该会开一下看看吧。根据展提供的资讯确认到中立地带是会有某种情况，请和各旅团合作，确认和调查该区域，调查中立区。では、ブリーフィンオーバルリンクの北部にある中立地帯に不穏な動きが確認されました。それでは任務開始時刻まで。哎，这次的那个怎么这么短？不穏な動き。ペムト粒子の分布に不自然な変動が計測されています。应该是有不朽机甲存在。要打大大脸的东西吗？妹ならいいけど。調査とか言ってるけど、パッと言ってパッと終わるなら、善がそのつもりなら、は？そんなの分かってるわよ。ビビってなんかない。な。レディーたち。ネーション同士の派遣争い気になる。ほら、うちの団ってよ、そうね、そうね。うっさいな。別によそ様に喧嘩を売りたいわけじゃないし。シェルはこのオーダーを受ける。それが善であってもよかろう。イノセン、可能性をあれこれ言っても。すぐに10。私もアーセナルの調査。可抓取车辆或战车进行投资，这么爽！作戦区域に到達しました。到了。フェムト粒子の濃度は高レベル、レーダーに影響はありませんが、作戦区域は険しい山岳部となっています。降雪が激しく、視界が聞きにくい状況です。視覚には十分気をつけてください。各機のデータリンク開始。好多贴纸哦，这边真的可以去扫一扫。オーダーを開始してください。さて。すでに探査を開始した。ルーキー、私たちは音響センサーに特殊な波形を。コンソールに音源の位置を表。了解。音源をカメラで補足しました。粉粉的，这谁？所属を識別中。管理。バレットワークスのアーティストだろう。その通りです。少し離れた位置にバレットワークスの。スカイユニオンかホライゾンのオーダーなのだろう。どう？静かに聞き入ってやる必要も。はーい。うわお！誰だ？どっから撃ってきやがった？なんで見つかったんだ？直接被轰。本気で言ってるの？愚か者が広域回線でわめくな。それとその音楽を止めろ。いやだね。音楽を止めたら心臓まで止まっちまう。吵死了，应该开始大声。もっと警戒すべきだったな。お前のせいでステルスも意味がなくなってしまった。海影に变得好。まだの探査なんてつまらねえぜ。俺様のおかげで盛り上がってきたじゃんか。我々には受領したオーダーを実行する義務がある。とは言えないが、引かぬのならその義務を執行させてもらうぞ。
そ硬くなるなってセイビアさんよ。ドゥープなライブを楽しんでけ、行くぜ。へいへい、校長、ノリが悪いぜ。リズムに乗りなよ。お前とは違う、戦闘に集中しろ。してるっつろ。リズムに乗った俺様は怖いぜ。チョロチョロと目覚め、哇塞，这个雪碧好白哦，太难看了吧！所以 combination， 阿多瓦されるな。こそこそ相談してる暇があるなら歌いなよ。セホーってな。艺术家。私も楽団の一つくらい引き連れてくるべきだった。ちょうだい。死了死了，剪！まずいまずい、音楽が止まっちまう。どうすりゃいいんだよ。落ち着いて作戦領域から離脱しろ。あとは任せておけ。还有一点。俺一人の方が落ち着いて戦える。还有敌机啊。前面有坦克在塔，好爽。子弹打完了啦，撤退するぞ。まだアンコールの曲が残ってるっていうのに最低だぜ。バレットワークスの撤退を確認しました。オーダーの達成を確認しました。この結果を受けて当該領域の支配を受けて全に優先権が発表されます。探査は後日で問題ないでしょう。なんとか乗り切れたか。侮れないわよ。こっちもボロボロよ。フォー、機関シーケンスをお願い。了解しました。機関シーケンスを展開、実行します。オーバルリンクの完全制圧に近づけば近づくネーション同士の争いが激しさを増すという皮肉のもの。セービア、何か言った？いや、難関のね、雪地太前。今日のところは勝利を掲げて帰還しよう。私は、いや、我々の正義が正しいかも、いずれ分かることだ。オーダーコンプリート。
们刚刚捡了捡两把枪吧，对，爆伤鸟跟白银渡鸦二啊，我忘了去，我忘了扫建筑的那些帖子，算了。是机关枪，通用记忆体，武器弹夹速增强。拆下来，装甲呢？装甲我们看一下，头部，我们头部现在是用哪一个？迪朗，小腹提升。把它都拆下来，拆。
拆，都拆。驱动性能丰富提升。哎，脚我们没换过哎，真的要换一换脚。几点啊？5:04。测试场试一试吧，换了两把机关枪，打比较近战，反正我也不会跑太远去打。伤害有差，距离跟伤害有差，还可以。啊，差不多啦，我要关台了，帮我先吃个广告。要去。洗澡准备一下，然后上传影片，吃个晚餐休息一下，晚上再看吧，可能会开，晚上应该会继续开做主线哦，到时再决定吧。好啦，感谢大家收看，然后喜欢我们影片或直播，记得订阅我们频道哈，然后千万千万记得把小铃铛打开，那我们下次上传新的影片或是说开直播，你们都会第一时间收到通知。那下次见咯，拜拜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